世界に9秒台出してる選手らと競争しますよね、これね。まあ、最終的に僕はその時に、まあ、ハプニングがあっても金メダル取った、銀メダル取った、銅メダル取ったっていうの、個人で走ってそれ取るのは日本の快挙じゃないですか。だから何秒じゃないんですね、これね。その記録破ったからなんかもらえるじゃなくて、今日は彼は 9秒台で走ったのはね、優勝1だったんですね。けどもオリンピックにね、あの成績でも金メダルもらえないかもしれないね、4位かもしれないね。それぐらい世界レベル高いということね。だから嬉しい反面、やっぱり今度は大きな大会に結果を出してほしいんですね。初9秒台出したっていうね、ただそれで終わっちゃいけないと思うんですね、スタートだけだから。あんまり年齢とそれはね、僕はあんまり関係ないじゃない。それは ものすごく日本の社会があって、世界ではね、あの10代の選手が大活躍してもね、その年齢で話題にならないんですよ。その結果で話題にするということですね。日本は必ずその年齢でやるっていうのは、やっぱり独特の日本の学校単位のスポーツの一つの現象じゃないかなって僕思うんですね。まあそういう素質も持ってたし、ただね、やっぱり一回記録出したからじゃなくて、どの種目の選手でもやっぱりコンスタントに結果を出して、その結果が価値に結びつくということが一番活躍じゃないかなって僕も思いますね。大会によって日本の中で戦うと世界で戦う時の厳しさの違いを今みんなちょっと味わってるじゃないかなと。まあ、来年オリンピックですから、これ世界と戦うんですね。アジアだけじゃないのね、日本だけじゃないのね。まあ、そういうところがやっぱり精神的な圧力かかったりね、やっぱり最終的に思い出話だけではね、同窓会はできるけども、現役の選手はね、常に結果を求められるということじゃないかなと思います。そういうところにもっと焦点を合わせてね、オリンピックに新たな気持ちでね、頑張ってほしいですね。そうじゃなかったら、なんだ、取れたのに、9秒台出したのに、卓球の大会優勝したのに、最終的に一番メインディッシュのところに全部持っていかれたら何も意味がないじゃないかなと。ぜひこういう負けを、あるいはハプニングが起きているところに、来年オリンピックにね、もう十分近藤それを生かしてほしいですね。そこが僕は最高の結果、やっぱりすごいなという言葉がやっとついて意味があるじゃないかなと思うんですよ。今はちょっと早いですね、これは。